あのたっぷり14のことはプレゼンテーションでマットから聞いたと思うのでぜひ質問の方よろしくお願いします。 I have a gift for you. Yes, of course. Welcome to visit Mexico. No, thank you. And take for my media Game Over BG. It's a Maya a mask and a precious marvelous stones. My first question is how is your first contact with Final Fantasy? もともと僕はスクエアエニックスにそのドラゴンクエストを作らないかって言われてスカウトされて入ってるので、そもそもきっかけはやっぱり今回そのファイナルファンタジー14のオリジナルバージョンであるそのファイナルファンタジー、まあ 1.0 って我々が呼んでるオリジナルのファイナルファンタジー14って僕が関わってるゲームではないんですけど、まあ、それが、まあ、非常に大きな失敗に終わったものを、まあ、なんとか立て直してほしいって言われたことで関わることになったので、なんかちょっと関わりとしては特殊だと思います。What is your opinion about the evolution of the games RPG to MMO in these last 20 years? ちょっと答えがどうだろう。その求められている答えかどうかは分からないですけど、僕はそもそもシングルプレイの RPG と MMORPG は進化してそうなったんではないと思ってるので、あくまでもその RPG 一人でロールプレイをするっていうゲームとみんなで世界を共有してロールプレイをするっていう別のゲームだっていうふうに考えてるので、なんだろう、オピニオンって言われても進化だとすれば本来全ての RPG はオンライン化されていかなければいけないと思うんですけど、そうではなくて選択肢のうちの一つなので、まあ、進化ではあるのかもしれないけど新しい派生だと思ってるので、例えばシングルプレイの RPG としてはやっぱりスカイリムっていう今多分進化の到達点、ただあの一人のプレイヤーに対してたくさんの数千数万の選択肢を用意するっていう RPG ゲームをそのまま MMORPG にすることは不可能なので、あれはやっぱりシングルプレイだからこそできるゲームエクスペリエンスだし、逆に MMORPG はたくさんのプレイヤーが自分たちでリアルのプレイヤーと向かい合うことで選択肢を増やしていくっていうゲームジャンルなので、やっぱりこの2つは違うと思っているので、僕がこの先例えばファイナルファンタジー14じゃないゲームを何か RPG で作れって言われた時に必ずしも MMO を作るかっていうとそんなことはないと思うので、僕の中ではこの2つは実は違うゲームです。 What is the future of the games of role? RPG is the first, last, the last. Now is the MMO. And maybe in the 5 years or 10 years you will use accessories, the Oculus or maybe another technologies. そういう意味だと僕はあんまり、Oculus も結局後付けのハードウェアなんで、僕は後付けのハードウェアは、まあ、ゲーム今までゲームインダストリーの中でやっぱりその本体と後から出てきたハードウェアでうまくいった試しはないんで、今回もまあ難しいだろうなとは正直思っています。あれが例えばプレイステーション5で最初から Oculus が本体についているんだったらまた違うと思うんですけど、僕はだから20年これが例えば50年とか100年っていうサイクルになってくると VR っていうものはそのもっと現実味を帯びてくるかなと思うんだけど、20年っていうスパンぐらいの場合だと僕は、まあ、少なくとも僕個人的にはクラウドをもっと使いたいっていうふうに考えているので、特にそれは単純にグラフィックスをレンダリングしてみんなに配るっていう意味でのクラウドではなくて、プレイヤー個人個人のデータをゲームハードだけでは処理できないぐらい膨大な AI の計算とかをバックエンドのクラウドサーバーでやって、その世界中のプレイヤーのデータをシミュレーションした内容をゲームにフィードバックするっていう新しいその遊び、自分たちがそのゲームに対してやってることが明日の自分たちのゲームにフィードバックされてくるっていう新しい遊びっていうのは作ってみたいと思ってるし、20年ぐらいだったらそういった進化の方向はありなんじゃないかなっていうふうに、だからビジュアルなんじゃなくてゲームエクスペリエンスのもう一段先っていうのがまだ次の世代なんじゃないかなっていうふうに僕は考えています。はい、ありがとうございました。Thank you very much. Thank you. Thank you for your time.